こんにちは、ジョージシャラです。今回はですね、ちょっと前々からね気になってたことをやろうと思います。で、これプラレールのモノレールのレールなんですけど、どう言っていいんですかね、まあ、通常だったらこうじゃないですかまあこの上をモノレールが走るか、まあ、この下をモノレールが走るかなんですけど、ここをね通常のプラレールで走れないかなと思ったんです。で、まあまあこんな感じですねこんな感じにつなげて、これで通常のねプラレールが走れないかなと思って、そしたらなんかこうくねくねこうふわふわした走行できんじゃないかなと思ってやろうと思ったんですよ。まあ、ちょっと一応やってみますね。もう一回やってみようかな。こうやってまあ、こんな感じで、じゃあ、ハイスピードでいきますね。するとこんな感じで車輪が浮いちゃって走れないんですよ。でこう勢いをつけたらね、無理やねそうなんですよ、シャーシボディがもうレールについちゃって車輪が浮いちゃっていけなくなっちゃうんですよね。ちなみにこれは2スピードのシャーシなんですけど、まあ、このタイプは無理なんですよ。でこれ他のだったらいけるかなと思って、例えばこういうこのシャーシね、単二電池仕様のこのシャーシ、一応じゃあちょっとやってみます。無理やね同じ単二電池仕様でもこれちょっと短いっすよね。なんていうか、こっからここまでが。確かに、さっきのこのシャーシと比べると、少しね、短いのは短いんですけど、ただね、最初に走らせたこの単三電池仕様のね、この2スピードのやつと比べると、長さほぼ同じなんですよね。いや、短くないな。短いかなと思ったけど、短くないですね。短くないけど、まあ、一応言っときます。ハイスピードで。お、無理やね。このボディを外したらいけるのかな。じゃあ意外にこういうハイスーパースピードシャーシーだったら、これスピードでね乗り切ったらいけるのかな。これモーターをねハイパーダッシュ3モーターに変えてるんですけど、これだったらもうなんていうんですか、スピードで押し切ればいけるのかな。ちょっと行ってみます。あ、いけるいけるで押し切れば、少々ねここでタイヤがこう空転しても勢いで超えちゃうから、速いのならもう強引に行けますね。じゃあ最新のね ES シリーズ、最新の ES シリーズってこれ短いじゃないですか、この通常のプラレールに比べると明らかに短いんで、これひょっとしたらこれだったらいけるんじゃないですか。これ、あ、これでもちょっとモーター交換してるから普通のやつ持っていきましょうか。これ普通のやつです。モーター交換してないんで。見た感じだと、若干下は擦れるけど、なんかいけそうっすね。じゃあこれで、行ってみます。いきます。ああ今なんか変な言い方した。ほほあいけるほめっちゃスムーズにいける。こんな感じのレイアウトを作ってみました。いや、これなかなかくねくねっていうか、なみなみっていうかね、ゆらゆらっていうか。で、ここと、ね、4分の1直線レールを使ってね、この曲線レールとつなぎました。こちらも同じですね。そして向こうも同じです。4分の1直線レールでね、ちょっと角度を鳴らしたという感じですかね。で、モノレールのレールは1、2、3、4本ですね。で、向こうも1、2、3、4本使ってます。じゃあ、これでね、早速ね。はい。では、いきますよ。ほう！いけてるいけてる。いけてますね、なんとか走れてる。このわーなんか面白いねうわこうなるんだなんかいいですねグリナというか、すごいなんか本当波乗りって感じしますよねこれ乗ってますよ波に。うわーよいしょ。じゃあねじゃあこれスーパースピードシャーシ搭載の E5 系新幹線はやぶさもうスピードで強引にね行っちゃいたいと思います。はい、じゃあハイスピードにしていきますよ。ほう、あ、無理か、無理かな、こっちはいけないから、
よし、いけるんじゃない？お、いたいた、強引に。お、よし、いけるんじゃない？お、いたいた、強引に。お、ということで、最後はね、やっぱこれですよね。これ ES シリーズの N700S なんですけど、これモーターをね、スプリントダッシュモーターに交換してあります。かなり速くなってますんで、これで行きますね。行けるんかな。ちょっと楽しみ。行きます。おお、これちょっとね、スローで見てもらいたいんですけど、これウィリーしてません？なんかね、スタートと同時にこれウィリーしてますよ。これなんかすごくないっすか。早いもんね、やっぱここまで早いと。無理か。やっぱりここまで早いと下りのとこでどうしても脱線しちゃいますね。そこがね。ということで、これ3両編成にしたらひょっとしたらいけんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、まあ無理でしたね。それでついでに2両編成でもやってみたんですけど、まあもちろん無理でした。はい。動きはなかなか面白いんですけどね。それで何度も何度も走らせて、まあ、ある程度うまくいった走行できた映像はまあこちらになります。おお、おお、いた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 。おお。最後はね、曲がれる使ったらこれひょっとしたらいけんじゃないかなと思ったんでやってみました。ちょっと待ったら、おお、まあ先ほどよりはね、走れるようになったんですけど、モノレールのこう山になってる方ですね、あそこでね、やっぱウィリーしちゃいますよね。前輪がポーンと浮き上がっちゃって、それが着地するときにどうもレールを踏み外しちゃってるという、まあそんな感じになってます。まあ逆に踏み外してるのを戻してくれたりもするんですけどね。今なんかすごかったね、今かっこよかったね今。あ、はい、いかがだったでしょうか。今回はプラレールのモノレールを使って、こう、なんていうんですかね、ふわふわ走行、なみなみ走行っていうんですかね、それにチャレンジしてみました。まあ、普通のプラレールだったら問題なく走るんですよ。ただ、今回その N700S めちゃめちゃ速くしちゃったんで、まあ、これがちょっと失敗だったかなと思いました。まあ、最後にね、改造していないES チャーシのプラレールいっぱい走らせたんですけど、もう何の問題もなくね、楽しく走れましたので、まあなんて言うんですかね。まあ気に入った方はね、ぜひやってみてください。でこのモノレールのレールはホビーオフとかね、中古ショップに行けば、まあ、結構ねレールだけ置いてたりするんでね、まあ気になる方はね、ぜひゲットしてね遊んでみてください。ということで、まあ今回はねこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ね、はい、まあこんな感じになります。うわー、ちょっと待って、どうだ、もう開いた。